ね、いくらルーキーいいからって言っても、まあ、まだまだプロ の, その生活にも慣れてないし、ね、体も慣れてないし ね, そうですね。毎日 の, あの朝から野球漬けって慣れてないですもんね。慣れてない、うん、短期間ではやるけど、うん、そうですね、ね、1年間ずっとやることに慣れてないから、そうですよね。だからまあそういうところを、まあ、ある程度そのルールして、はい、例えば高校での1年目とかはこの時期ぐらいまでは実践を投げさせないとかって言って、なるほど、まあ、スロースターターースタートにしちゃうわけよ。なるほど、キャンプからね。だからこうそれやんないと、うん、それをやってくれる人プロだからいいわけじゃないですか、うんうん、僕らがこう見てきたり聞いてきたりすると、アマチュアの偉い人があまりにも矢面立ってというか先陣切られると、で俺らは慌てさせないように、うん、まだファームスでいいんだっていう表現をすると、うん、やる気がなくなっちゃうから、そういうことは言わないでくれ、いや、やる気出させたらダメなんだっていう時期ってありますもんね、うん、あるあるある、育成の時は、はい、まあ、作るの体っていうね、そうそうそう、あ、まあ、まず慣れないと、まあ多分驚きしかないと思うんだよ ね, ね、入団してね、まあ自信満々で入ってくるんだろうけど、やっぱりそのプロの選手の他の選手の体格見たりね、例えばボールの速さとか遠くへ飛ばすとか見たらね、うわーってね、思うところ多いと思うんで、ね、そうですね、でまあ慣れるのにちょっと時間かかるからっていうことで、まあ特に高校生とかは大事に使ってきた。なるほどね、はいはい、まあそんな感じでした、ね、それルール、まあ、1年である程度形はできたんですか。うん、まあある程度はできたと思う。まあ 2,3 軍の監督もね、駒場さんとかあと仁王監督とかも、そこら辺をちゃんとわきまえた中で選手を使っていってくれたから、まあこの1年間は比較的、うん、特にこう若い子は順調に来た方だと思う。その育成プラス1軍で使う子らも、うん、二軍はこうはもちろん、うん、あ、まあ、預かるというか、うん、調整させるわけじゃないですか。はい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 、そこはうまくいってたんですか。その何かっていうと、一、二軍、三軍が風、まあ三軍は一軍に来るってまずないですけど、そうだね、風通しという面ではどうだったんですか。なんかそれ、まあそんな悪くはなかったですよね。はい、一軍からちゃんとまあ話が来て、まあ二軍は二軍で、まあある程度は推薦できる選手はまあちゃんと考えて揃えてはいるんだけど、うん、まあそこはほれ一軍の要望と、うん、ね、多少違うことってやっぱりあるでしょ。そうですよね、シーズン入ると確かに左にええのかって言ったけど、左投げちゃったばっかりだとか、ね、例えばね、そういうこともあるしね、うん、怪我しちゃってんだとかありますもんね。まあ、特に今年は左の中継ぎ陣がちょっと不足してるっていうことで、まあ、左って言ってたんだけど、まあ、例えば今年だったら左の大江とか ねがちょっとあんまり調子よくなかったんでね、あ、ちょっとまあ左が不足してるといえば不足してたね。それはあれですか、もちろん仁岡監督と河合総合監督が話をして、はい、うん、1軍からまあ連絡が来るわけじゃないですか、うん、それか、まあ、話が来るのはでも2軍の監督入れ替えとか直接こうなんで、なるほど、でそこに関してはあんまりタッチはしてなかった。なるほどですね、はい、そういう状態で、うん、でもまあ連絡が来ますよね、うん、この選手入れ替えますよっていう、うん、来る。あ、なるほど。でその練習してる時に、まあ、今やろうと僕らがしてる風通しよく、うん、こういうことを教えてますよ、うんうん、2軍ももう分かっておいてくださいって、うんうんうん、2軍の人もこういったことを我々に伝えてくださいっていうのってあんまり実はどの球団もやれてなくて。そうだね、それ大事だと思わないですか。大事大事。だからまあそこのところはそのまあまず 2,3 軍のファームをある程度このやっぱ合わせておかなきゃいけないし、そうですね、でまあ1軍のその例えば野球のことに関しては特に1軍の監督がこの例えばプレーとかに関してはこういうふうに考えてるとかっていうところはやっぱりずっとあのファームを揃えなきゃいけない。そうですね、うん、だからそういうことはまあ気をつけてなるべくこう同じような形でできるようにはね、そうですね、しようとはしてた。そうですね、うん、あれって選手も、うん、もちろん違うこと言われて、うん、すんごいストレスだし、うん、コーチも、うん、我々がやろうとしてることを一軍は求めてなかったとか、うん、じゃあ俺はどうしたらいいか二軍のコーチ陣がとか三軍が迷ったら、うん、僕はすっとこどっこになっちゃうと思うんですよね。まあまあそうだね。だからそこを、うん、なんか今度マスミがどうやってくれるかでしょう、ね、まあそうだね。その役目ですもんね、やってたのは。そういうことそうですよね。そういうこと、うん、それから今回こう、まあ、その内野守備総合でしたっけ、はい、呼び方で言うと。そうだね。それは監督がどういうあれだったんですか、その経緯というか。まあそれも一軍の方で、はい、まあ特に今年の場合は守備とかがあんまり良くなかったっていう、まあエラーの多さだけではないと思うんだけど、ね、だからまあそういうところをちゃんとその技術的な部分で立て直してほしいっていう話だったんで、はい、もうすっと気持ちに入りました。そのなんかあそこをしなきゃいけないなっていう、まあまあそれはまあ今年1年間ある程度見てたからね。ああ、うん、なるほど。じゃ
今キャンプ来てる子たちって、うん、見てた子ですもんね、ほぼ。いやもう全部見てた。そうよ。全部知ってる。ね、全部知ってる。全部知ってる。そうですよね。そう。守備からバッティングから、まあ、ある程度の 特徴っていうのは知ってる。性格までね。まあそうだね、大体、ね、大体はね。そうすると、まあ、河合さんの中で、うん、今まではまあ現場に任すという部分が、はいはい、監督という人ってそういうとこあるじゃないですか、うん、直接あんまり言うと担当の仕事がなくなるから、ね、ちょっとこう見なくはなきゃなっていうところから、うん、実際自分がこう指導したいっていうのはあったんじゃないですか、俺ならこうやって取ると教えたいなとかって。うん、まあそういう目では見てた。うん、うん、だけどまあそのユニフォーム組と、うん、僕の場合、今年の場合はフロントだった。なるほどね。で、で、ユニフォーム着てないでしょ。二軍三軍総合監督ってフロントのが割合の大きかったんですね。そうそうそう。ユニフォーム着てないからね。だからそこのところは自分もで一線を引いて。なるほど。で、聞かれたら答える。なるほど。うん。相談されたら答えるっていうふうにしてたんで。自分からほら積極的に、じゃあノックしようかとか、うん、そういうことはやらない。なるほど。なんか、おこがましいですけど、うん、水を得た魚の、え、水を得たジジイ、あ、なんですか、水を得た魚っていうんですか、由来の、あ、河合さんってもうその職人って自分だけじゃなくて、うんうん、これを伝道師だっていうのは感じましたね。あ、本当。あ、もうあのグラブ用意してそれ、みんながやってる姿、はいはいはい、あ、この反復、これじゃあ反復練習はっていう、うんうんうん、で、実際に河合さんって、うん、ぶっちゃけ足そんな速くない、うん、鉄砲型でもない、うん、まあ、強いですよ。だけどその強くない、強くない、そのだから努力で掴んだ人じゃないですか。うん、まあ努力なんか一番なんか不器用な動きしますよね。ところがプレーに入っていくと、うん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 、ちょっとオジースミスに本当になるっていう、うん、まあ器用そうにまあ見えてるというか、ね、見せるというか、そう、うん、僕は絶対もうバッティングも引っ張りだし、うん、ホームランを打つ打ち方だし、うんうん、どう見ても努力で掴んだ右打ち、ね、だから努力した人じゃないですか。じゃないけどあんなになってないと思うんですよ、うん、一軍でね、うんうん、背番号6をつけて、だあのプレーになるまでには、うん、あの川瀬さんがやられて今教えてることやったってことですもんね、あれ反復を。いや、あれはやってない。やってないですか。あれ、小さいグラブのやつでしょ。ああ、板グラブでしょ。そう、あれはね、俺一回も使ったことないのよ。ああ、どこでひらめいたんですか、あれ。いや、あれはだから阪神の臨時コーチへ行くときに、はい、守備だけ、守備を見るっていう話で、はい、阪神の臨時コーチが来たから、はい、その守備を教えること自体が専門的に教えたことって、中日の現役終わって3年間一軍で守備コーチをね、はい、まあ高城さんなんかと一緒にこうやってた、その時期しかないのよ、その3年しか、はい、他はもう二軍監督とかヘッドコーチとかそういうのをやってたんでね、専門じゃないでしょ。ああ、そうですね。お手伝いとかはするけど。なるほど、なるほど。うん。だからその守備だけをこう何かアドバイス教えるっていうのって本当に久しぶりだし、まあ、正直その現役終わってすぐ守備を教えるって言っても、その前の年まで自分がやってるのはあっても、うんうん、やっぱり人に伝えるって教えるってまたちょっと違うでしょ。違いますよね。ね、だからそこにはちゃんとした理論とかさ、そういうのもなきゃいけないし、うん、伝え方も難しいし、そうですよね。ね、だからなんかまああんまりよくわからないままその3年間、まあ高城さんのノックの仕方とか見ながら、落合さんのノックの仕方見ながらね、まあいろいろそのノックの仕方とかも勉強したし、自分なりにやってたつもりだけど、うん、まあまだまだ守備だけ教えるってなんか結構難しいなと思ってたわけよ。でまあ野球教室行っていろんなことしてて、うん、で阪神さんから声かかった時にもう一回改めてちょっと守備のことを自分でいろいろ思い出して、過去にやったこと、ね、教えてもらったこと、で自分がいろいろ取り組んだこと、でその時にただ単に自分が教えてもらったとか やった練習だけではなくて、なんかもっと いろんなバリエーションがあってね、バリエーションないかなっていろいろ思った時に、なるほど、ふと思ったのがオジースミスの練習方法だったの。